どうも、映画トークチャンネル余計なお世話でーす。ここでようあんまないんですけどね。はい、みんな再生してくれてありがとうねー。私映画紹介人ジャガモンド斉藤です。このチャンネルは映画にまつわる余計な話を好き勝手気ままにしていこうというチャンネルとなっております。今日はあんこちゃんも来てくれていますが、はい、お邪魔します。本日はゲストの方が来てくれています。ちょっと改めて自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。はい、キングレコードで、まあ、映画関係とか映像のプロデューサーをやっております、山口と言います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで、急に山口さん、なんなら会社にちょっと押しかけさせていただいて、はい、今ね、キングレコードですよね。キングレコードで、はい、会社さんで新社屋で、新社屋なんですよ、はい、もうね、スタバもね、飲めますから。びっくりしましたよ、はい、これ、もう今ね、スタバをね、おごりました、僕。そうあんま自分で言わなくていいですよ、僕らが言いますから、はい、今日は、僕とあんこちゃんがいつもこのチャンネルでやっているんですね、うん、架空のモンパニ映画制作計画というシリーズがありました。なるほど。これはまあ、日本であんまり、はい、いわゆるそのモンスター、うん、パニック映画っていうのがあんまないんじゃないと、うんまあ、そうですよね。そうなんです、うん、ないですよね。で山口さんもお好きでしょうけど、ね、ウルトラセブンとか円谷英二とかそういう、 こう特撮とか怪獣の方向にはね、うん、日本はバーッといってると思うんですけど、そうですよね。いわゆるそのモンパニ映画みたいなものって、はいはい、日本にあんまないよねっていう話から始まりまして、はい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 、じゃあ架空で作ろうよって思います。なるほど。今クジャクを主人公にしようとか、クジャク、はい、って思ってたんですけど、はい、今はカバじゃないかみたいな。カバ、はい、でもカバってすっごい強いんですよね。そうなんですよ。ワニよりも強いって、はい、ね、あの噛む力がすごいらしいですね。そうなんだから、アフリカで子供丸飲みしちゃったりとかあるから、確かにそのカバ映画ないんじゃないとか、そういう話で今でしかもそこに白石浩司監督が、白石さんがまさかのまさかの参戦、はい、参戦ということですごいことになりましたね。そうなんです。現実に作っちゃうんじゃないですか。じゃあだから本当にこれは、はい、今だから妄想で済む部分、だから脚本までは妄想でいけるじゃないですか、はい、まあまあそうですね、はい、撮影まで行かなきゃいい。まあそうですね、ちょこっとお金はかかりますけどね、はい、シナリオ代が。まあでもそこまでは自由ですからね。じゃないですか、はい、正直予算とか関係なく考えるから、まあそうですね、そこまではまず頑張って考えて、あ、シナリオまで行こうと思ってしてます。おお、すげえ。でもしそれがなんかこういい感じなら、ちょっとクラファンとか、ああなるほど、やってで、今そういう手もありますもんね。で、白石監督も実際に参戦しても、本当に参戦してもらって、はい、だからあれですよ、伊沢沙織さんとかちょっと主演で呼ぶかとか、お、伊沢さんがカバと戦ったら面白いんじゃないかとか、なるほど、そういう話に今、っていう段階なんですよ。なるほど。で、僕もあんこちゃんもやっぱド素人じゃないですか。はい、もうそうですね。うん、いやいやいや、それはないのかな。すいません、なんか言った方が良かった。いやいや、山口さんがその山口さんとはもう長くご一緒させてもらってますけど、はいはいはい、実際にその例えば映画の、ま、現場の話とかというと、そうですね、そこを聞きたい、うん、全くの未知数というか、はい、まあそうですよね、どうやって映画もできてるのかがっていうのは、そうですよね、リアル見てないんで、だから見てる人からしても、はい、なんかあ、そういう風に映画って作られてるんだってことで、よりこう夢がね、はいはい、具体的になると嬉しいな。なるほど。ことも考えて、ちょっと山口さんの会社に申し掛けてる。申し掛けました。ありがとうございます。まあちょっとね、はい、僕もまあ映画業界の中ではもう隅っこの下っ端なんで。隅っこの下っ端。こういうことですね。こう動いてるし。一番この辺なんですよ。そうなんですか。この辺に中田秀夫さんがいらっしゃる。めちゃくちゃ。具体的な、いいんですよ。はい、この辺にいるんで、まあ、あんまりね、参考になるかどうかわかんないですけど、その僕も対策とかあんまやったことないんで、あれなんですけど、まあ、このね、隅っこ的な話でよければ、多少はできるかもしれないです。お、まあ、逆に、なんか山口さんから聞く方がちょっと生々しい話聞けるなと。あ、まあ、リアリティはね、はい、逆にあるか、これね、東方で本番戦で行こうみたいになったらね、いやいや、それ無理でしょうみたいな、ね、なっちゃうんですけど。若干ね、確かにリアリティはあるかもしれないですね。そうですよ。あと山口さん、何でも言ってくれそうなんで。確かに。ああ、酒飲ませればなんか。今主役だから大丈夫。大丈夫ですよ、はい。何も言いませんよ。その中で20年ちょっといる、はい、で、なんかね、まあ、もちろん海外の作品を買い取って配給もあるでしょうし、はい、日本で作る映画もいろいろある中で、はい、モンスターパニック映画っていうものが、うんうん、日本ではやっぱこう今までもやっぱ作られにくい状況だってことなんですかね、うんうんうん、
なんか思うんすけど、はい、さっきもね斉藤さんも言われてましたけど、はい、やっぱ日本って怪獣映画っていうすごいジャンルができちゃってるから、はいはい、それがまず一つ作られづらい一つの大きな要因なんではないですかね。やっぱり怪獣映画になっちゃうというか、はい、モンスターイコール怪獣ってすぐも変換されちゃうっていう、うん、なんかね、はい、そういう意味では海外って怪獣映画って逆に最近だって出てきてるけど、はい、基本はあんまないじゃないですか、うん、まあ怪獣っつってもモンスターというかホラーのモンスターになっちゃうから、はい、そういう意味でやっぱり海外とそういう土壌が違うのかなって気はちょっとするのと、はい、あともう一つはうまい原作がないっていう。ああなるほど、はい、まあ、小説なり漫画でもいいけど、ね、はいはいはい、モンスターパニックを扱った小説って、うん、とか漫画って意外にないじゃないですか、はいはい、まあ、最近なんかちょっと出始めてるんですけどね、うんうんうん、なんかそういうところで題材がなんかないみたいなところがあるの、とっかかりというかきっかけがちょっと作りづらいみたいな、うん、まあ、ジョーズだってあれは原作があるわけだしっていうことで、ジョーズって原作あるんですか、ね、はい、小説があって、そうなんだっていうこともあるから、日本だとちょっとでもどうですか、リアルにこう作ったとしてもなんかまあ変な話、監督とは違う目線じゃないですか、はいはいはい、だからこれ人入んなくないとか、はいはいはい、こけちゃうんじゃないとかっていうリスクも映画はあるから、うん、それもあるんですか。そうですね、やっぱ一番大きいのはモンスターパニックってやっぱモンスター出さないといけないじゃないですか、うん、だからまあ動物にしろ架空のモンスターにしろ、やっぱりそこでのお金すごいかかるんで、はい、やっぱり普通の一般の映画とかよりもお金がよりかかると。そうか。やっぱり日本でこの J ホラーっていうのがすごい発展してるのって、やっぱ一つの要因として、まあ、幽霊っていう文化があるっていうのもあるんですけど、それとは違う現実的な問題で、やっぱ幽霊だったら低予算で作れちゃう。はい。そこがやっぱりあんまりホラーとかそういうジャンルものに大きなお金かけられない日本としては、やっぱりそういうところで作りやすいもので幽霊になっちゃうところがあって、逆にお金のかかるモンスター系はちょっと作りづらい。もうお金かかっちゃうとなったらもうやっぱ怪獣映画としてメジャーにやるしかないみたいに、なるほど、極端なんだ、なっちゃうんじゃないですかね。だからあれですよね、だからもうモンスターなら怪獣映画にすればしちゃう、うん、なっちゃうし、うん、もうちょっとミニマムにやろうってなったら、じゃあいやホラーの方が怖さっていうことで需要もあるしっていうことで、うん、あとやっぱ日本でモンスターやるってなった時に思い浮かばなくないですか、うん、いや確かに、何が襲うんだってくるんだろうっていうことですよね。だって野生で人間を襲うのって、うん、まあイノシシかクマぐらいでしょ。まあ最近のニュースでもね、よくクマ、うん、猿とか、うん、あとね猿はいけるんですよね。後からちょっと言おうかなと思ってたんですけど、サルはね、いい原作があるんですよ。あ、面白い。これは面白そうだ。はい、知らん。増田俊也って人で、あの有名なドキュメンタリーで、これは作家さんってことですか。作家さんで、はい、まあドキュメンタリーとか書いてた人なんですけど、はいはいはい、この人が書いた小説で猿と人間っていうのがありまして、うん、実はね、この人ね、動物パニック結構書いてて、そうなんだ。これがね、めっちゃ怖いんですよ。もうね、猿だから、まあちょっと変な猿が出てくる気はするんですけど、はいはい、猿ってまあ面前いるじゃないですか、まあ、こちらこちらに、うん、でそれが群れで襲ってくるって話で、やっぱりね、猿ってね、結構凶暴で人を襲うとかニュースもあるじゃないですか、はいはいはい、あれ群れで、ね、襲われたら結構ね、シャレにならないぐらい、もう単純にリンチですか。そうそう、リンチで、例えばほら、なんか猿公園みたいので餌とかあったりとか、ガンガン来たりとか、はいはいはい、車ガンガンやったりとかするじゃないですか、はいはいはい、あれがもっとひどくなるみたいな話なんですけど、へー、あ、それ怖いな。でね、だからね、そう、いい原作ね、実はあるんですけど、多分めちゃくちゃお金かかると思う。これじゃあ、そこの話も聞いちゃっていいですか、はいはいはい、踏み込んで、例えばこういう原作があって、はい、そのまあ権利っていうものを買って映像化するわけじゃないですか、まあそうですね、大体いくらかかるんですかね。あ、そんなことまで言っちゃういや、これはだからもう具体例を出さなくていいんですよ、もちろん、はい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 、なんとなくざっくりいくらからいくらぐらいまでみたいな、はい、それだったら答えれます。まあピンキリなんですけど、はい、でもやっぱりね、ある程度大手の会社とかで、はいはい、原作権を取るってなると、うんうん、やっぱ数百万かかる場合がありますよ。
それは1000万に近い方の数どうなんだ、僕もねそんな超対策のあれとかで取ってやったことないから、うん、はいはい、上限がどれぐらいあるのかってちょっとよく分かんないんですけど、はいはいはい、でもやっぱりね結構ね、うん、うちらレベルでもやっぱり300万とか払うことは結構あります。なるほど、じゃあもう少なくともそれぐらいのお金はないと。まあもっと低くいける時も全然あると思うんですけど、はいはいはい、でもまあある程度大手でちゃんとした会社だったら、うん、それぐらいはまず必要なんじゃないですか。なるほど。いやでもだから今なるほどと、原作っていうパターンは全くもちろん考えてなかったですね。もうむしろできないですね、あなたたち。まあ、いやそうだね、ちょっと我々の今の規模だと運逆なんていうのはちょっと、ね、だからでもインスパイアというかその勉強としてしっかり読んで、うん、こういう方向もあるんだっていうことは研究として僕らがちゃんと読むっていうことは大事だし、うん、あそうだね、確かに。でもねこのさっきの増田俊也さんの本はすごいリアリティがあるんですよ。いわゆる猿とかクマってやっぱちょっとあり得るじゃないですか、実際にね、はいはい、そうやってなってるから。これやっぱカマってなると動物園から逃げ出さないとダメだとか。そうですね、うん、まあね、うん、まあアリゲーターじゃないけどまあね、カマの子供が、ね、下水道に実はまだ行っているみたいな、ね、まあ、意味が分かんない。そうそう、なかなかねそういうことになってくるんで、うん、そういう意味ではねすごい日本から生まれたパニック小説っていう意味で面白いなと思って。いやこれでもちょっと読もうかな、うん、ぜひね、うん、どうですかその上であんこちゃんなんか聞いておきたいこととか。そうですね、やっぱりそのモンスター映画今のところちょっとアニマルパニック系の話が進んでるんですけど、はいはい、アニマルで言っていく感じなんですね今のアイデアで言うと。やっぱり例えばなんですけど、まあ、実際の動物を使うとかってなるとやっぱりそれで今の時代とかはやっぱ厳しいもんなんですかね。厳しいんじゃないですかね、どうなんだろう。まあ動物にもよりますけどね、はいはいはい、でもやっぱりあれなんじゃないですか、結構殺害シーンも出るわけですよね、はい、ああまあそっかそっか、チワワンバンだし、はい、うん、ですよね、はい、そうなるとなかなかね今ね、うんうん、言われる場合もありますよね、なんかねやっぱね、はい、僕も本とかそういうの好きで読んだりとか、はい、いろいろ山の人とかにね、はい、聞いたりとかするとやっぱ自然山と人里ってのが完全に区切られたもんじゃないんですよねやっぱり、うん、はいはい、無理ですもんね。そう、山の動物たちってやっぱ全然降りてくるし、はい、鹿とかもね人間のションベンとかそういうのとかを好んで食べるみたいで、それって塩分、塩分を取るらしいんですよね、はいはいはい、高速道路とかになんか除雪車用でなんか塩みたいな巻いたり、はいはい、ああいうのを野生動物が舐めに来るんですね。そうそう、だからその、自然界の仕組みの中に人間の、その文明の力みたいなのが、そうそうそう、実は組み込まれて回ってるってことですよね。もう完全に自然の一つなんですよね、はいはいはい、そういうものが、ね、そうなっちゃってる。そうそうそう、だからね結構ねなかなかさらに混沌とするんじゃないかなって気はしてて、これからね、これから、うん、でだからそこに外来種の問題とか、うん、温暖化だとか、うん、森林伐採だとか、うん、いろんな複合的な問題が合わさって、うん、わっけわかんないことになってるんですよ、うん、だから取りやすそうな気はしちゃうんですよ勝手に。モンパニー映画を、はいはい、アニマルパニック映画を日本でやって怖がらせようと思えばなんか全然説得力のある作品になりそうだなって思うんですけど、うんうん、確かにね、なんかね、うん、今こそっていう気がしてて、うん、そうですね、うん、でなんかちょっとまた生臭い話しちゃうんですけど、はいはい、お金、はいはい、どんぐらいマジでかかるのかなっていうのをマジでなんとなくですけど、ざっくりね、なんか一応今要素で言うと、はい、なんか白石監督の提案もあって、はい、まずは20分ぐらいの短編を作るってことでいいんじゃないか、ああなるほど、その方がクオリティも上がるし、はい、やれるんじゃないかっていうのがあるので、はい、まずじゃあ尺は20分か30分ぐらいでやりましょう、はい、ざっくりいくらあれ我々は持っていれば、そうっすね、もう超ざっくりですよ、なんとも言えないけど、はい、ね、どういう作り物かにもよるけどね、はい、これぐらいなんだろうな、こんぐらいあれば問題ない、だから撮影3日4日、まあ、1週間例えば確保して山梨に行くなら、はい、1週間あの結局ね尺っていうよりも、はい、あの日数なんですよね。ああなるほど、撮影のお金かかるって、はいはい、じゃあ例えば1週間、1週間、まあだから尺は置いといて、はい、1週間で撮るって考えたとして、うん、まあある程度の作り物で、はい、低予算でまあ梅沢さんに泣いてもらって梅沢さんもここでいきなり登場しちゃってるけど分かんないですけどね、お話をしてないから、はい、ど
どうだろうな、分かんないけど、僕とかで1週間とかで撮ったものとかで言うと、はいまあ、1000万くらい。うわー、なるほど。必要ですよね。まあ、1週間って考えればね、1週間で作り物作って、まあ、キャストもどれだけかによりますから、ねはいはい、なんとも言えないですけど、これ単純計算でじゃあその半分の3日か4日ってなったら、まあそうですね、500万ですみたいな感覚で、まあそういう感覚でもいいんじゃないですかね。なるほど、日数で、なるほど、だから1日約100万ぐらいかかるぐらいの気持ちでいいってこと。1週間でやるとしても、まあ、作り物とかいろいろで、まあ、変わるんですけど、はいまあ、結局そのいわゆる監督とかを除いてカメラマンとかいろいろなスタッフとかのギャラってのはやっぱ1日単位で払うんで、そうですよね、でお弁当代もあったり、そうそうそう、足代もあるし、何日でやるんだっていうのがやっぱり結構まんまそのまま制作費になるんですよね、うん、そうですよね、かける、じゃあ、はい、一番お金かかるのはやっぱりその出演者のギャラってことですかね。人件費みたいな、まあ出演者もそうだしスタッフとかね、はい、ギャラとか、まあ、人件費でじゃないですか。あ、私結局その後宣伝とかもね、もし、まあ、公開するみたいになったら、あ、はいはいはい、まあそこまで含めたらもうちょっとかかりますね。うわー、これリアルだね。まあすっごい、まあ、あとそれで言うならば20分での作品作って公開ってなかなか難しいですね。難しいんで、はい、公開ってなるとやっぱり長編した方がいいんじゃないかなとは思いますけど、ね、いや難しいっすよね。だからこれ公開したいんだったらね、だからノリで言ってたのはほら今投資連載ってやらせてもらってるんですか、毎年、はいはいはい、投資連載の1個のステージでその出来上がったのをみんなで上映をする、はいはいはい、でキャスト監督も呼んで、はいはいはい、ちょっと舞台挨拶じゃないけどするぐらいでは考えてるんですけど、なるほど、じゃあやっぱりなんかあれなんじゃないですか、頑張ってもう尺は短いけど、うん、200万ぐらいで作るとか、200でいけますか、ね、分かんないけど2日とか3日で撮るみたいですね。あ、はい、まあだからそうか、だから逆に言うと1週間かけちゃうって元から決めちゃうと1000万近くいっちゃうから、うん、もう日数をもう2、3日にして、うん、それぐらいでできることをやるっていうのが一番リアルじゃないですかね。200万、300万に、まあそれぐらいの方が作るだけで言えば、うん、ゴールはまだ見えません。そうですよ、なんか怖いもんなこれ、まあ、長編で、まあ、頑張って、まあ、500万とかで作るってこともできると思うんですけど、でもやっぱりそう作り物が多いからな。そうですよね、もうじゃあこれはそう本当にもう梅沢さん次第だと思う。まあそうですよね、梅沢さんには話されたんですか。いいえ、まあ多分言えばやってくれそうな気がしますけど梅沢さんのやってくれそうだなって勝手に思ってるだけですよ、ね、そうですね、はい、なるほど。いや、ちょっとリアルな話を聞けたんで、はい、生々しい質問大丈夫ですか。もう、はい、十分。もういいですか。お金が一番生々しいと思うんで。生々しいよね。はい。あ、じゃあ最後なんかゴシップとか。あ、ゴシップ。大丈夫ですか。いきなりゴシップ入れて。いや、言っちゃうから。そうこれ何かの流れの中でそう言えばっていうのはあるけどね。いきなりゴシップから始めてくれって言うと、思い浮かばない。なんか、あああって出てるかと思ったら、くそ引き出せなかった。確かに飲みながらのなんかね、プロセス回収みたいな感じで、そうそう、何かの流れの中で、そういえばこういう話があったなとか、ダメ出しじゃないか、ゴシップのこと分かってないんだからすいません、流れがあるんだよ、ゴシップってのは。そうですよ、ゴシップの学びを得ると思いませんでした、この動画。ゴシップはね全部 P 入るゴシップ会やってもいいけど、あー、そういうのもおもろいですけどね。まあとりあえず、ある程度生々しい話聞けたので、はい、ちょっとパニック映画についてわかりました、聞きたいと思います。はい、ありがとうございました。山口さん、ありがとうございました。ありがとうございました。